黒羽根城は現在の栃木県大田原市にあった日本の城である。別名は旧鶴城。黒羽根城の起源は1576年に大関高蔵が白旗城から本拠を移したことから始まった。1590年の小田原征伐の際、主家の那須氏の那須助春は小田原へ参陣しなかったために改役されたものの、大関氏の当主である高造は 弟である大田原氏の当主大田原綱清の息子大田原春清と共にいち早く参人して所領を安堵された。1600年の関ヶ原の戦いにおいて大関氏は東軍に組みしたので戦後に徳川家康から加造されて1万9200国の大名となった。また関ヶ原の戦いの時徳川家康が合図の上杉影勝に対する備えとして 大規模な改修が行われた。1664年に、江戸幕府四大将軍、徳川家那からの領地主因状によって、大関市の国高は1万8000国に確定となり、幕末まで変更はなかった。1689年に、松尾芭蕉が奥の細道の旅行中に4月3日から4月16日まで、最長の14日間、城下に滞在した。 江戸時代を通じ、関東では珍しく戸様大名の王関氏の支配は続いた。1871年、廃藩地県により廃城となった。西は中川とそれに沿った崖に面し、東には松葉川が流れる丘陵の上に築かれ、本丸、中の丸、北の丸からなる内城を三の丸が囲むように配置された。黒羽城跡は現在、 黒羽城市公園となっていて、空堀、土塁などが良好な状態で保存されている。三の丸には黒羽場町の館がある。ありがとうございます。